し肌寒いですが、雨はすっかり上がったようです。フットボールファンの皆さん、お待たせしました。こんにちは、ジョン・カビラです。解説には中西哲夫さんをお迎えしています。中西さん、よろしくお願いします。こんにちは、よろしくお願いします。エキシビションマッチをお送りいたします。これが本日の対戦カードです。それではスターティングメンバーをご紹介しましょう。オルテガ、クラウディオ・ロペス、クレスポ、ベーロ、サネット、キリ・ゴンザレス、シメオレ、センシーノ、ラジャー、サムエル、ボナノ、バルテズ、デサイー、ルブフ、リザラズ、テュラム、ウティ、ビエイラ、ヒレス、ジョルカエフ、ジダン、アンド。いよいよ試合開始です。キラーパスになるのか。ピレス、シメオネ、これは危険だ。クロス、アジャ、おっと、ここからシュート。シュート、オルテ、ゴール。締めよう。華麗なドリブル。中に絞ってきた。ビエイラ、15分経過。ここでシュート。クレスポ、危ない。ジョルカエフ、ニアボスト、クラウディオ・ロペス、中へ上げた。ベーロ、ルブフ、流れを止めた。クラウディオ・ロペス、これはゴールキック。アンディ、さあ、どちらのボールになるのか。
これは気をつけないと。折り返す。シメオネ。ビエイ。スライディング。サネッティ、オルテガ。ファーサイドに上げた。ヘッドで主審ファールを取りました。キーパーが指示を出しています。ボール回しに嫌われた。アンディ、ナイスファイト。アジャン、さあここからどう攻める。ブブ、これはコーナーキック。さあチャンス到来。ハイボールを競り合う。前半終了まであと5分。オルテガ、主審笛を吹いた。デサイン、これはイエローカード。気をつけてプレーしないといけません。ここは集中どころでしょう。ビエイラ、これはピンチ。体を入れてきます。さあここからどう攻める。放り込んできた。クラウディオロパス、走り込んできた。ここで前半終了。前半戦が終わったところで途中経過をお伝えします。得点は1対0。さあ中西さん、ここまでの試合どうご覧になった。さあ後半戦が始まります。主審ファールを取りました。ここは集中しなくてはなりません。さあここからどう攻める。シメオネ、ギレス、左へサイドチェンジ、ギレス、ヘッドでパスを送る。リザラズ、アジャ、サムエル、ディフェンダーも必死です。コーナーキックを得ました。多彩な攻撃を見せてくれるか。ゴール、マーベラス、スーパー、ビューティフォーゴール。素晴らしいゴールです。ついに同点です。これで試合が面白くなってきましたね。さあ
もう一度見てみましょう。ジーダン、この選手のポジショニングは本当に素晴らしいですね。フリーにさせてはいけない。クラウディオロペス、ここで折り返す。ヒレス、キリゴンザレス、クラウディオロペス、シュート。頭でつないで、オルテガ、プレーを切ります。これは危ない。ファーサイド、危なかった。つなぐ、ジダン、リザラズ、スローイン、試合時間は85分が経過しています。ガンガンプレスをかけます。中に絞ってきた、ヘッドパス、いきなり始まるドリブル、センタリング、前進、走り込んできた、オフサイドを取りに行った、シメオネ、この時間帯貴重な1点をもぎ取りました。ただいまのシーンもう一度振り返って、最後まで諦めてはいけません。窮地をしのいで勝利をものにしました。さて中西さん、試合を振り返っていかがでしたか？実に素晴らしい試合内容だったと思います。はい、どうもありがとうございました。そろそろお別れの時間がやってまいりました。
実況は私ジョン・カビラがお届けいたしました。本日の解説は中西哲夫さんを迎えてお送りしました。中西さん、ありがとうございました。どうもありがとうございました。それではサッカーを愛する皆さん、またお会いいたしましょう。さようなら。